ガリフナの言語、ダンス、音楽ベリーズ、グアテマラ・ホンジュラス、ニカラグア2008年に人類の無形文化遺産の代表リストに登録されました。2001年に最初に宣言されました。先住民のカリブ海とアフリカのグループの文化的要素を取り入れた混合起源の人口であるガリフナは、 18世紀にカリブ海のセント・ビンセント島から逃げることを余儀なくされた後中央アメリカの大西洋岸に沿って定住しました今日ガリフナのコミュニティは主にホンジュラスグアテマラニカラグアベリーズに住んでいますガリフナ語はアラワク語族に属し何世紀にもわたる差別と言語的支配を乗り越えてきました 目覚めや大規模な集会で最初に引用された物語、裏がが豊富です。メロディーはアフリカとアメリカの要素をまとめたものでありテキストはカヌーの成長釣りカヌーなどのガリフナの歴史と伝統的な知識の真のリポジトリです。カヌー作りと焼き泥屋の建設これらの曲にはかなりの風刺もあり 観客が参加する可能性のあるさまざまな太鼓や踊りが伴われますこれらの伝統はガリフナの人々の生活と生存にとって依然として非常に重要です長老たちは多くの儀式お祭り口頭伝承を維持している人たちですしかし経済移民差別 そして学校制度からのガリフナ語の完全な欠如はその存続を危険にさらしていますこの言語は今でも広く話されていますが現在は一つの村でしか教えられていません コンセプト建築植民地時代の歴史ダンスお祭りインストルメンタル現地の言語オーラルヒストリー高等伝承打楽器風刺造船奴隷制ストーリーテリング持続可能な開発目標10スーダンポンド不平等の削減14スーダンポンド水中での生活16スーダンポンド平和正義強力な制度バイオーム農業生態系海洋 および島初地域条約のドメイン高騰の伝統と表現舞台芸術脅威要因不寛容。